橋爪千秋です。えっ、ー、と日本から来ました。えっ、ー、と今はえっ、ー、と英語教育学の修士を勉強しています。と基本的なえっ、ー、と英語教授法の理論と、えー、英語の習得理論をメインに学んでいます。一番えっ、ー、と日本にいた時から一番勉強したいと思っていた。えー その英語教授法と,、えー、と ICT のテクノロジーを合わせた教授法が学べると思ったからです。えー、とクラスメートは7人いるんですがみんな、えー、と非常に多国籍なメンバーで、えー、とそれぞれその価値観とか、えー、と考え方みたいなのが違うのですごく刺激を受けられる環境です。 えーと日本に帰国後は、えー、と教員採用試験英語の教員採用試験を受けようと思っています。えーとまあ、もちろんここで学んだことは必ず、えー、英語教員というキャリアの中で生きてくるんではないかなと思っています。